高校の時はもうとりあえず検定しか取ってなくて、自分の夢であったり、あとはまあ希望は、まあ、世界の人に幅広く正しい情報を伝えること。名前を聞かせてもらってもいいですか？はい、加藤つぐみと申します。年齢は21歳です。はい、出身はどちらなんですか？生まれた時からずっと大阪の、高槻に住んでます。今は、ここで働かれてて、何年目とかになるんですか？座銀高槻店がオープンしてから働かせていただいているので、およそ1年半ぐらい働かせていただいております。どうですか、働いてて楽しいですか？楽しいですやっぱり温かい人が多いので、働いてても休憩の時間とかでもすごい楽しいです。店長の人が挙げるとすればありますか？もちろんイケメンってのはおっしゃってました。イケメンでまあ分からないこととか、まあ、何かあれば店長に頼れば解決してくれるので、すごい頼りにしてます。なるほど、はい、アメリカの某 IT 大手企業から、はい、もう内定をもらってたみたいな、はい、働ける機会をもらってたみたいなの聞いたんですけど、はい、その詳細ってどんな感じなんですか？今年の3月ぐらいにちょうどお話をいただきまして、はい、それでその企業の方とお話しする機会があって、そこでまあ面接しようということになって、そこで面接して内定をいただいた形になります。その職種というか、どういう職種でのあれお話、打診とかになるんですか？職種はあまり詳しくは言えないんですけど、大まかに言うと、まあ、広報という形になります。どんな感じの面接やったら覚えてますか？面接は難問とか疑問とかは全然なくて、ざっくばらんに話して、まあ、今まで人生の中で何をしてきたかとか、会社を志望してくれた理由は何ですか聞かれたり、そういうざっくばらんな感じで面談しました。それは社員としてって感じですか？そうですね、契約社員みたいな。もう普通の社員として、大学卒業後も働かせていただきます。あ、大学卒業後に来てくださいって。あ、はい、そうですね、今もまだ大学生じゃないですか？はい、内定をもらってて、はい、その卒業後とかどうするの？行くんですか？卒業後はまだ詳しくは決めてないんですけれども。今の方がもう行ける状況で今いるってことですか？そうですね、はい。日本法人で働く？そうですね、日本法人で働く予定で、まあ、日本で働く可能性は高いんですけれども、まあ、アメリカだったり、まあ、世界各国に事務所とかがあったりするので、まあ、そちらに行く可能性もあります。金のブドウで社員になってっていう打診があるのと、はい、その黄色さんからこう打診やった時はどっちやりますか？銀のブドウもすごい温かい人多くて楽しい会社なんですけれども、自分がしたいこととか希望してることがそちらの企業と一致するので、まあ、そちらに行くと思います。すいません、ありがとうございます。内定した方と交流があったりとかされますか？は一の夏頃に交流する機会があって、まあ日本人だけじゃなくて外国人もすごい多くて、あとはまあ日本人でも海外にずっと留学してましたとかっていう方がものすごく多かったです。じゃあ高学歴とかそういうわけではなくて、もういろんな大学から取ってるという形になります。どんな方が多いとかってありますか？共通点みたいな。共通点といえば、まあ、留学したことがあったり、あとはまあ海外に住んでたことがあったりとか、まあ、海外にはそれぞれ関係がある人がすごい多い印象ですね。配偶とかは、はい、そのじゃあ内定ですよって提示はされてるんですか？はい、提示されてます。具体的な数字は聞けないと思うんですけど、はい、ザクッとこうザクッと例えるというか、年間休日とかは聞けたりします、はい。年間休日はちょっと忘れてしまったんですけど、休日は土日祝が休日で、給料はまあ大体普通の新卒の平均の3倍4倍ぐらいは25とか23、4、5ぐらいが平均ぐらいと思って、月給で言ったらまあ3倍ぐらい
羨ましいですね。ボーナスとかっていうのは、はい、結構外資系だと、はい、その業績によって結構変動するっていう話もあったりするんですけど、はい、そのあたりはいかがですか。およそでは提示されてるんですけども、月の給料の3、4ヶ月分ぐらい。ちなみに、はい、今大学生みたいなのですか、はいはい、大学名とかお伺いしてもいいですか。立命館大学国際関係学部の3回生です。何をこう特に勉強されてるのかあったりするんですか。国際関係学部なので、その国際の政治であったり法律であったりとか経済とかも幅広くいろんなことを学んでるんですけれども、その中で今はゼミで韓国とか中国を中心に日韓中の関係などについて研究しています。そのあたりも、はい、おいおいこうその企業さんに就職すれば生かしていきたいなって感じですね。はい、今後行くと思うんですけど、その企業さんに、はいはい、そこでこう銀の武道で学んだとか、はい、なんかこれで生かせそうやなとかあったりしますか。こちらでオープンした時から働かせていただいてるんですけど、はい、オープンした時にすごいお辞儀の仕方であったり、はいはいはい、と言葉遣いであったり、うん、例えばこちら鳥そばですじゃなくて鳥そばでございますなど、はい、丁寧な言い方を教えていただいて、そちらはもうすごい、就職活動してる中でもすごい役に立って、うん、社会人になってもすごい役に立つと思うので、こちらで働いてよかったなと思ってます。銀のブドウの高槻店でもしバイトしなければ、はいはい、そこで内定読まれてなかったかもしれないですね。そうですね。ですよね。はい、もうちょっと怖い。もう IT 世界的企業の内定持ってますってのは、もうみんな社員さんとかも知ってるんですか。高槻店の方だと知ってると思います。あ、そうなんですか。なんか言われます。なんかすごいなとか、もちろんすごいなはたくさん言われると思うんですけど。はい、なんか化け物やなとかいろいろ言われました。ちなみに大学はいかがですか。同じ学部で。同じ学部だと私が専攻してるコースが、国際公務プログラムといいまして、そこで、学ぶ人は主に国家公務員とか国連関係の組織で働きたい人とかが結構集まってるので、卒業後はそちらの方を目指していく人がすごい多いです。話戻ってしまうんですけど、はい、英語をすごい勉強しようと思って始めたっていう話があったんですけど、はい、そのきっかけみたいな、はい、高校の時はもう英語がもうめっちゃくっちゃ大嫌いみたいな感じで、中学英語しかできなかったんですよ、高校の時は。高校卒業した後は普通に受験して女子大に1年通ったんですけど、もともと小さい時から国際系にすごい興味があって、でもその行った女子大が国際系の専攻の学部じゃなかったんですね。でそれで卒業した後に自分はどうなりたいのかって考えた時に、このまま行ったらなりたい自分になれないなと思って、そこでもう一回受験することを決意して、そこから英語をすごい猛勉強して、で、国際関係学部なのですごい英語が必要なので、そこで寝る間を惜しんですごい猛勉強をして、でそこで英語が得意と言えるぐらいまでになって、大学入学してからも周りもすごい英語できる人しかいないので、追いつくためにはもうもっと英語勉強しないといけない。でそこで猛勉強したという形になります。じゃあその英語が好きでというよりかは、はい、そのなりたいものがあったから、それに、はい、そのためには英語が必要だったから勉強した、はい、そうです。最初嫌いだったけど勉強した、はい、自分で勉強した塾的なのが行くんですか。自分で通学中とかに英語のニュースとか YouTube にめっちゃあるので、それを聞きながら通学して、無味で慣れたみたいな感じ。あ、そうなんですね。で大学が英語の授業なんで、はい、全日本語使わないんで大学で。授業中ですか。はい、僕の言ってた大学と違いますね。英検1級と国連検を取得しまして、調べたその国連英検と国連級合格率7% 前後。この持ってる人の 90% 以上がその TOEIC 試験60点以上を取得しているという。バケモンですね。小中高ずっと走ってる。いや、もうそんなことはなくて、もう高校の時はもうとりあえず欠点しか取ってなくて、高校1年生の時とかは先生にも単位取れないよって言われたぐらいひどかったんですけど、それぐらいその職業になりたいっていう思いが強かった。そうですね、はい、自分の夢であったり、あとは希望は、世界の人に幅広く正しい情報を伝えること。世界では貧困で困ってる国がすごい多いんですけど、日本は
見た目ではすごい貧困ではないんですね。でもな心の平穏がすごい取れてなくて、世界にはそういう国がいろんな、まあ、形で存在する中で、まあ、世界にその正しい情報を、まあ、届けるためにもその企業で働くことによって貢献できるかなと思って。年齢聞いていいですか？21歳です